あのいろんな方に書いてもらうと、それぞれあの一人一人違うあのミスト UG ができるわけですけれども、どれもあの間違いなくミスト UG の感じに増えると思うんですね。こういうふうにあのいろんな人が自分の水に対する思いを書いてもらうと、やはりこう日本であったらなく世界というか水を大事にしていきたいという気持ちが広がっていくんです。この作品は水墨画、水墨だけで描いた作品なんですけれども、まあ、水墨画はもうその文字の通り水と墨で描くという技法なんですけれども、内容は抽象的な表現として抽象性、水の抽象性を重点的に表現しています。直線と曲線の変化を